ビッグオンズジャパンプロジェクト。今回は赤川河川緑地公園にやってきました。スポーツ振興くじトトやビッグの収益は日本のスポーツを育てるために使われています。今回はトト、ビッグの助成を受けた赤川河川緑地公園サッカー場をご紹介します。このサッカー場は地域の人にとってどういう場になっているんですか？芝生のサッカーコートが欲しいという地域の皆さんの願いがあってできたということで、大人の皆さんから高校生、中学生の皆さんまで喜んでいただいてます。こういう芝生のグラウンドでやるのが念願というか、楽しみでやってます。学校のグラウンドが狭いので思いっきりプレーできるのがいいと思います。目標は全国大会行くことです。信じよう、スポーツの力を。